ハロー YouTube ニーハオヨーグアンリンチです。今日も日中を股にかけたマイナスエネルギーに満ちたバイリンガルの僕がですね、皆様に中華ニュースをお届けしようと思います。はい、今日の中国語なんですけども、フーノンリャンということで、このですね、フーノンリャンっていうね、言葉はですね、まあ、ネガティブとか、バッドエナジーとかね、まあ、そんな感じのね、意味の単語ですね。まあ、マイナスのエネルギーとかね、まあ、中国語で、フーノンリャンって言うんですけども、今日皆さんにね、お話ししたいのはですね、まあ、中国の、特にね、ボトムな人たちの、思考とかね、まあ、ボトムの言い訳みたいなね、そこに焦点を当てて皆様にね、お話ししようと思います。はい、最近ね、中国の、ノーベル賞を取った有名な小説家、モウ・イェンっていう人がですね、インタビューにこう答えだったんですよね。日本語で言うとね、まあね、文学作品というものは、社会を、賛美するものではないと。で、社会の、暗黒面を、暴露するものではない。もので、ないといけないと、そういうふうにね、発言したんですよね。まあ、文学作品はね、社会の暗黒面を、まあね、周りにね、広めると、伝えるものだと、そういうふうにね、発言した、わけなんですよね。まあ、現実社会に起こっている、その、なんていうかな、この厳しい現実とかをね、表現していくものだと、そういうふうにね、表現したわけなんですよね。これがですね、中国のね、仮想の言うね、フーノンリャンなんですよね。で、よくね、まあ、中国の、仮想っていうのはですね、なんていうか、まあ、例えばね、紐なしバンジーが、起こったとかね、その、まあ、マンションをね、まあ、要はね、住宅ローンが返せなくて、売り払ったとかいうね、そういうニュースを聞くとですね、こういうことを言うんですよ。まあ、ネガティブな、情報を、広めるんじゃないと。で、物事のね、積極的な一面を見ましょうと、そういったことをね、言うんですよね。だから、そういったネガティブな、情報を、広めるお前はね、つまらない人間だと、まあ、そういう評価を下してね、その命題を避けるわけなんですよね。なんでかっていうと、彼らのね、IQ っていうのは、非常にね、低いので、まあ、この、今回ね、この命題っていうのは、何らかの問題が、起こっていますと。で、その起こっていることに対して、まあ、解決するなり、自分がね、どう行動をとるか、思考するための材料なんですけども、彼らはね、それをね、見ないようにするんですで、それでチョンノンリャンって言われる、まあ、要はね、グッドエナジー、まあまあ、プラスの、ね、エナジー、ポジティブな話だけをしようと、まあ、要はね、起こっている悪いことにはね、目をつぶって、ごまかしていきましょうと、そういう話なんですよね。まあ、だからね、こいつらね、いつもね、バカだなとね、思っているわけなんですよね。ちなみにですね、僕なんかね、脚本とか書いてるわけで、まあ、脚本のね、書き方的にはね、もちろんね、年齢層にもね、よるわけなんですけども、まあ、例えばね、シーヤンヤンとかね、そういうね、低年齢層向けの、コンテンツっていうのは、その、いわゆるね、チョンノンリャンの、プラスのエネルギーの、ポジティブのね、エネルギーにね、満ちていることが多いんですよ。で、それに対してね、年齢層が上がっていくと、どんどんね、このね、フーノンリャン、ネガティブなシーンの方がね、多いんですよね。大体な、何かと戦ってるじゃないですか。まあ、例えばね、もう簡単なところでもアベンジャーズとか、まあ、何でもいいんですけど、鬼滅の刃とかね、何かと、戦ってる状況の方が多いじゃないですか。要はね、ネガティブなエネルギーに、満ちているわけなんですよね。まあ、これ割合をね、ちょっとね、はっきり言うのは難しいんですけども、まあ、大体ね、8割ぐらいが、その、マイナスエネルギーで、そのマイナスエネルギーが、
あってこそね、あの残りのね、あの2割とか1割のね、あのプラスエネルギーのそのシーンがね、あの輝いてくると。まあ主人公がね、あの困難な苦境に陥って、まあそれに立ち向かっていく様子。で、それで最後にね、勝った様子。あの、それが素晴らしく見えるんですよね。これ何の映画でもそうです。あの、脚本にも、ストーリーのほとんどで、あの、基本的にはね、あの主人公をね、いじめましょうと。そういう風にね、あの書いてるんですよね。まあよくね、ヒーローものとかであるのがですね、まあヒーローもの、ヒーローはね、あの主人公はね、基本的には才能があって優秀なんだけども、彼のね、あの敵はね、まあ彼より 5% とか 10% 強くて、それをね、どうしても乗り越えられないんだと。まあね、その敵っていうのは、とあるね、あのキャラクターであったりとか、まああとはね、あの、なんつうのかな、まあ自然災害であったりとかね、あのそういったことはあるんですけども、あの、まあそのぐらいのね、あの差があるんだと。で、それは、その 5% とか 10% が、あの、なんで乗り越えられないかっていうと、まあその主人公のね、あの心の弱さの一面ね、だったりするんですよね。まあ大体あの、まあマーベルのね、あのマイティーソーとかね、あのそこら辺だと、まあ、まあ主人公が傲慢であることが多いですよね。まあ、あの、結構やりやすいんでね。あの、まあ、あとアイアンマンとかもね、あの、傲慢だから問題を、かつて問題を起こしたりとか、まあ敵に捕まったりとかね、してしまうわけなんですよね。まあまあそういうなんか自分にもね、そのマイナスの精神的な面があって、まあそれをね、乗り越えていく過程なんですけどもね。だから、それをね、逆にね、あの、プラスのエネルギー、チョンノンリャンって言って、を伝えていこうってすると、まあ中国映画みたいにね、まあ世界で最もつまらない映画に、なってしまうと。まあ基本的にはね、あの主人公が、あの、聖人君子で、あの悪い敵をね、あの、バッタバッタ、倒していくような、そんなストーリーしかね、あの描けないんですよね。で、あの悲劇はというとですね、あの、まあ悲劇、まあ、悲劇といえば、ね、まあまあマイナスエネルギーいきましょう。まあ例えばね、あの中国の監督、クロエ・ジャオが撮った、まあ、ノマッドランドっていうね、映画はですね、要はね、あの、アメリカのマイナス面をずっと描いていくね、暗黒面をね、ずっと描いていく、作品なんですよね。まあ、それで、なんていうのか、その結果、彼女はね、まあ、エターナルズっていう映画をね、まあ、ハリウッド大作をね、撮るとこまで行ったんですよね。賞を取って、その、ハリウッドのそのマーベルの大作を撮るとこまで上り詰めたんですよね。まあ、だからそのマイナスのエネルギー。まあね、大体ね、あの、IQ が高いほど、あの、マイナスのエネルギー、まあ、文化レベルが高いほどね、IQ、まあ、マイナスの部分にね、注目するんですよね。マイナスの部分、現実にあって、それを立ち向かってね、それに対してどうしようという思考をね、あの、思考実験をするわけなんですよね。まあ、要はね、理想があるんですよね。イデアがあるんですよね。理想があって、それに対してね、あらゆるものがね、あの、マイナスの状態なんですよね。まあ、だからね、あの、大体あの、なんていうのか、頭のいい人ほど、あれがダメだ、これがダメだってね、あの、いうことがね、多いんですよね。まあ、これはね、あの、筋トレにおける、あの、負荷のような、ものなんですけども、まあ、これをね、これはね、あの、中国のね、あの、ボトムにはね、あの、頭の悪い、なんでもね、ごまかすような人たちには、ね、無理なんですよね。まあ、昔はね、あとはほら、フーロンチェン、まあまあ、とりあえず、まあ、中国のね、あの、昔の、不用心かな、不用心とかね、まあ、あとほら、まあ、チャイモーとかね、あと、なんていうの、ハオーベッキ、ハオベキっていうあのチェンカイコが撮ったね、あの映画とかね、あのマイナスだらけじゃないですか。うん、マイナスな状況に主人公がね、あのいかに、立ち向かうかみたいなね、映画撮られていたし、まあ、あとはですね、あの、まあ、日本だったら誰も知らないとかね、万引き家族とか、まあ、社会の暗黒面を、あの描いてるわけじゃないですか。まあまあね、やっぱね、あの文化人ってね、その気があるんですよ。もう本当にあの暗黒面を捉えて、まあ時にはそれをね、より誇張してね、まあ 2時間なんでね、せいぜいね、誇張してあのみんなに伝えていくということをするんですけども、まあ中国のね、あの、おバカは、もう習慣的にね、このね、
負面、負能量、正能量という言葉を使ってですね、その命題に対して自分勝手な評価を下して、まあ、負能量ってマイナスエネルギーだと、そんな話をするのをくだらないと、言ってね、なんていうのかな、現実をね、見ないようにするんですよね。まあ、今のね、上海でね、まあ、多くの人が、ご飯を食べれなかったり、それとかね、まあ、住宅ローンを払えなくてね、紐なしバンジーをやってみたりとか、そういった現象が起こってるんですけども、彼らはね、いかにしてそれを見ないようにね、生きていくかと、いうのをね、ずっとね、考えているわけなんですよね。まあ、だからね、まあね、ずっと治んないだろうなと、まあそういうふうにはね、思っていますね。はい、今日のね、この動画がね、いいなと思っていただけた方は、グッドボタンと、チャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。ついてん。